いやで僕が言いたかったのは民主主義っていうのは、うん、万,万能でもないし、はい、必ずしもいい結果は出ないっていうう,ん、うん、うまいことハックして導入してんだって気づいて菅さんすげえじゃんよりガースを見直したというか、うんまあ、僕はもともと評価してんだけどさらに評価したんだけどで菅さんなんで引きずり下されたかっていうとちょうど加藤官房長官がよくなかったっていう話で大体 <laughs> はい <laughs> 菅さんがね 総理大臣辞めさせられたじゃないですか。うん、でも、やっぱ菅さんの説明力不足っていうのは確かにそうだなと思った。うんうん、というのは、俺最近気づいたことがあって、菅さんが総務大臣時代にやったことで、その、ふるさと納税ってあるわけですよ。うん、はい、乙武さんってさ、ふるさと納税って、いい制度だと思う悪い制度だと思うそんななんか簡単に善悪を分けられるようなもんじゃないと思いますけど。僕はね、はい 従来は、すごいこれ、つな制度だなと思って、その、悪い意味でハックされやすいよなって思ったし、実際にね、ハックした自治体はいっぱいあるわけですよ。暴走して、なんか総務省になんか処分された泉佐野市とかあるわけですよ。でも、そういう感じで、お竹さんはどう思ってるのかなと。僕は、ええ、ま、東京都民として思うところはありますけど、 ま、その、地方創生みたいな文脈も考えればいい制度だと思います。で、俺ね、うん、気づいたんですよ。いびつなんですよ、確かに。なんだけど、そういうなんかその、ふるさと納税の返礼品を、アマゾンギフト券とかにして、暴走する自治体もあるわけじゃないですか。うんうん、でもね、現行制度をハックして、同習生の、ま、一部を、 導入したたんんだなと思ったんですよ。同州制って何かっていうとまあちょっと県が多すぎるからその行政の効率化って意味ももちろんあるんだけれどももう一つはその同と,とか州が競争し合う、うん、例えばアメリカの51の州があって、うん、各州で全然違うわけですよ、うん、税制だったりとか法律だったりとか違うんでその各州が競争し合って企業誘致したりとか人を誘致したりとかみたいなことをやるんだけど、うん、その 国家主権の中で、やっぱり一番大きなウェイトを占めるのは何かっていうと、徴税権なんですよね、うんまあ。税は国家なりっていう、まあ、徴税を、武力を背景にして、徴税をするっていうのが、国家主権の、まあ、割とメインな権利なわけじゃないですか。うん、で、そう考えたときに、ふるさと納税って、それだよな、と思ったわけ。まあ、住民税だけだけど、でも、まあ、基本的に国税は、国はね、 一つの主権国家なわけだから、国税ってのは当然あるわけで、シンガポールみたいなところは国イコールの州みたいな、まあ、ちっちゃな一つの州ぐらいの規模なんで、国単位で他の主権国家よりも税金を安くしますと。キャピタルゲインの課税しませんとか、いろんなことをやって競争力を維持してるわけですよね。じゃなかったらシンガポールなんか行かないよね。 ドバイとかもそうじゃないですか。うん、今、みんなそうやって、税、税で、こう、差別化をしてやってるわけで、うん、ふるさと納税ってそれだなと思って。うん、まあ、住民税だけですけどね。個人住民税、法人住民税だけですけど、それを納税する自治体を選べるわけじゃないですか、ね。こ、うん、れって、同州制の、まあ、かなりの部分を、うまいことハックして、導入してんだって気づいて、うん、菅さんすげえじゃん。うん、よりガースを見直したというか、うん、まあ、僕はもともと評価してんだけど、うん、さらに評価したんだけど、 菅さんってなんか全然説明しないんだよね。あれ俺が作ったんだよぐらいしか言わなくて、へそうなんですね、みたいな感じなんだけど、<laughs> 狙いとかもっと言えばいいのにと思って、うん。もう本当にあの、菅さん時代に僕がずっと言っていたのは、日本にも報道官っていう、あの、役職をつけるべきだって言ってるんですよね。例えばその、アメリカのホワイトハウスだと、さきさんっていう女性のね、報道官がいて、まあその政策の狙いとか、官邸としてどう考えてるかっていうことを、まあきちんと、 国民に伝えていく、まあ、いわゆるコミュニケーションのプロなんですよで日本で今その役割を果たしているのは官房長官なわけですけれども官房長官って政治家がやるんですよで まあ、それこそ菅さんもやってたわけですし。で、それって、たまたま政治家としてコミュ力が高くて説明能力が高い人もいれば、そこに別に強みがない人がなる可能性も、まあ、いわゆるもう政党の中のただの人事なので、その説明が大して上手くない人が官房長官になる可能性もあって、だから、たまたま官房長官やって説明能力が高いか低いかによって、せっかくその内閣がいい政策やってて、それが伝わんなかったりとか、逆にそんな大した いい政策じゃなくても、めちゃくちゃ官房長官が口型しちゃで、いや、このね、政策ってね、ってプレゼン上手だったら、なんとなく国民やメディアが伝えるのが、あこれなんかいい政策なのかなって思ったりとかって、結構変わってくると思うんですよ。で、菅さんなんで引きずり押されたかっていうと、ちょうどまあコロナの対応させられて、それがあまりうまくいかなかったと思われてたわけじゃないですか。でもあれって、例えば、 マスクはどうすべきなのかとか、ワクチンはどうすべきなのかって、ものすごくやっぱこう、情報がまだ、しっかりと出揃ってない状態だから、どっちからも批判が来るような状況だったと思うんですよ。だからこそ、報道官みたいなコミュニケーションのプロが、いや、こういう考え方もありますが、こういう情報もあるんで、科学的に考えればこうなんです、みたいな、もうちょっと明快な説明をバンとしてくれる人が。加藤官房長官が良くなかったっていう話で、大体、<laughs> はい。<laughs> それはあのね、安倍さんのね、はい、申し送り人事だったらしいんです、うん、あ、そうなんだ。加藤を頼むって言われて、えー、官房長官になったんだけど、はい、まあ、やばかったらしいよ。 でも、加藤さんって政治家としては結構評価が高いんですよ。<laughs> うん、でも、その政策を分かりやすくあのメディアを通して国民に伝えるっていうところが多分そんなに上手ではなかっただけで、だから別の能力であるはずなので、何も政治家がそこやる必要はないよねっていうのが僕の考え方なんですよね。だったらもうそこはコミュニケーションのプロが喋りのうまい、きちんと明確に説明できる人がやった方が、 政府にとっても国民にとってもウィンウィンだと思いませんっていう。これ別に首相の一存で変えられると思います。<う>別に決まってるわけじゃないから。そう,そうなんですよ。その官房長官が説明しなきゃいけないって決まってるわけじゃないで。うん、あんな別に法律で規定されてるわけでも何でもないんで、うん、別に誰がやってもいいと思います、うん。なのになんで誰もやらないのかなと思って。いや、それはそういう問題意識がないからですよ。ね。<laughs> ね <laughs> まあ全てはそういう問題意識がないからですよ。うん、だから情報が来てないから。うん だから僕たちがインプットしなきゃいけなくて、っていうのは本当、僕はロケットとかやってるんで、うん、そう思いました。ロケットとかやることになって、やっぱその政府の支援を受けないと立ち行かないんで、はい、すっごい政治家に会ってると、うん、まあ伝わってないことばっかりなんですよ。うんうん、だから伝えてないんですよね。だからその政府の支援がないとできない事業の人たちは、まあ、建設業とかね、うん、土木とかやってる人たちは、ものすごい政治家とかに話をしてるから、うん、ものすごい伝わってるんですよ。うんうんうん だから、それは伝えなきゃいけないんですよ。うん、俺、その泉さんって人よく知らないんですけど、うん、何者なんですか赤石市長で、十 <laughs> 何,何年か前に就任した時に、まあ、とにかく、それまでの市政を全部チェックして、無駄なお金カットして、それを全部子育ての政策に振り切って、したらもうその数年後からぐんぐん市の人口が伸びていって、うんえー、他の市からもどんどん移住者が増えていって、 うん、で、結果、30万人の都市で30億ぐらい税収が増えてっていうのをやって。 で、僕、今回、あの、選挙出た時にも、マーカーでやってきたことを国でもやっていきましょうっていうのを言っていたので、はいはい、あのー、そうぼ、暴言を吐いて引退っていうニュースがさっき入ってきたんで、めちゃくちゃショックを受けてます。それなんで暴言を吐いて引退になっちゃったんですかえっと、暴言が今回初めてではなく、うん、まあまあ何回も繰り返してるんですよ<ー>で。で、前回も結構な暴言を吐いて責任取って、 辞任して、再選挙して受かってる。 っていう経緯があったんで、うん、まあ、二度目だっていう。うはい、じゃあ、もっとやってるかもしれない,みたいな、ね。まあまあ、そうですね。はいはい、え、どんな暴言だったんですか、今回。今回は色々、いろいろ彼も割と強引に物事を進めていく人だったんで、彼をなんとか引きずり下ろしたいっていう市議会の議員さんたちが、問責決議案っていうのを出そうと動いていた。それを出そうとしていた議員さんとか、それに賛成しようとしていた議員さんたちに、うん、次の選挙で落としてやるからな、みたいなことを言ったらし だからもちろんその暴言自体は許されることではないんですけど、本音が出ちゃう人なんですね。まあそうですね。我慢できないんでしょうね。<laughs> いわゆるあの最近必要だって言われるアンガーマネージメントができないんでしょうね。でも本当に政策は素晴らしくって、その今自治体で一番必要だって言われてる子育て政策とか人口像をちゃんとやってる人なんで、 ねえ、なんかもったいないなぁとは思うんですけど、人間完璧な人いないんですね。で、ね、でも民主主義ってそういうもんじゃないですかいや、ほんとそう思います。だから、うん、一番いいのは、もう一回選挙に出てくれて、暴言吐いちゃうけど、結果を残してきた市長と、まあ、暴言も吐かなそうだけど、仕事もできなさそうな人等が出て、どっちがいいですかで、市民が選ぶっていうのが多分一番いいんでしょうけど、 本人がもう出ないって言ってるんで。んまあでも気持ちもわかりますけどね。もうええわってなっちゃいますよね。<laughs> そうね。そうね。はい。はい。はい僕気持ちすごいわかります。<laughs> 言いたいこと言えないの一番嫌ですもんね。いや、それもそうだけど、はい、いや、それ以上に、何やお前ら、みたいな。<laughs> <laughs> 本当にその歴史とか政治ってどっちから見るかで全然描かれ方も変わるだろうし、っていうのはまあ思うんですよね。いや、で、僕が言いたかったのは、うんうん、その民主主義っていうのは万,万能でもないし、はい、必ずしもいい結果は出ないっていう、うんうん、ということだし、うんうん、だからこそ必ずしも優秀な政治家が収めるわけでもないし、乙武さんは当選しないけどガーシーは当選しちゃうし、<laughs> でもそ、そうですよね。はい、そういうことですね。 でも、この社会システムの中で、うん、やっぱり議員になるっていうのは一つの市民に認められたっていうことなんで、うん、それはやっぱ重いんですよね。うんうん 本当にそこはやっぱ民意というもので、まあ、選挙の仕組みをいじることで、民意がどういう反映され方するかっていうのは変わってくるんで、選挙制度はまたね、いろいろ改良していってもいいのかなとは思いますけど、少なくとも現行のルールで選挙は行われるわけだし、その現行のルールで、まあ僕は落選し、ガーシーや生稲晃子さんが当選するっていうのは、あのー、まあまあ、ルール上そうなってるんで、もうそこはもう負けを認めざるを得ないですよね。 そう。だからその泉さんもそんな感じで、そうやってこう攻撃されるわけじゃないですか。うん、その政治的な勢力で、あの、やられるんで、うん、まあやる気なくなるよなって思うわけです。僕なんかはやっぱそういうシチュエーションすごい想像できるから、うん、自分がそこにいたら、うんあ、絶対そうなるだろうなって思うんですよ。うんうん